こんにちは、福山さん。今日は私のことをもっとよく知ってもらうために手紙を書きます。私たちタイヤは1888年アイルランドに住むある人物の手によって発明されました。その人物の名はジョン・ボイド・ダンロップ。彼が10歳になる息子から、僕の三輪車をもっと楽にもっと速く走れるようにしてと頼まれ、そこで試行錯誤の末に作り出したのが現在のタイヤの原型というわけです。本職は獣医というから驚きですよね。そうか、ダンロップという社名は発明者の名前なんだ。ダンロップはその後も様々な世界初、日本初を世に送り出してきました。例えば世界初の横溝トレッド入りタイヤ、例えば日本初のラジアルタイヤ。時代に先駆けることが好きなんだね。そして今年日本に来て100年を迎えるダンロップは、地球と車という視点から全く新しいタイヤ作りに取り組んでいるのです。それがエナセーブ97、 CO2 削減に貢献する石油外天然資源 97% のタイヤです。一般的なタイヤがその原料の 56% を石油に依存しているのに比べ、エナセーブ97はたったの 3%。 これは画期的な数字と言えるでしょう。これからの100年に避けては通れない地球環境問題に、これまで培った技術力で立ち向かっていく、それが地球を走り続けるタイヤを生み出したダンロップの使命なのです。これまでの100年はこれからの100年のためにある。ダンロップはそう考えてるんだな。追伸、もっといろいろとお話ししたいのですが、それは次の手紙で。ではまた。タイヤフロンティア。